ボーイング747クラシックのスラストレバー。中央及び後方のレバーは飛行中のエンジン水力の制御に用いられる。前方のレバーは着陸後の逆水力の制御に用いられる。スラストレバー、またはパワーレバーは航空機のコックピットに装備され、機長副操縦士またはオートパイロットによって操作されることでエンジン水力を制御する操縦装置である。 多発機のスラストレバーには、それぞれのレバーによって制御されるエンジンの番号が記載されている。通常、各エンジンごとに一つのスラストレバーが装備されている。スラストレバーは、通常、航空機のセンターコンソールに設けられているが、小型機においてはダッシュボードに設けられている場合もある。逆水力装置を装備している機体においては、その制御装置が対応するエンジンのスラストレバーと、 一緒に設けられていることが多い。スラストレバーの設定位置は表示されている角度をもって表される。この角度のことをスロットルレバーアングルまたはトラという。トラが大きいほどエンジン水力が大きくなる。スロットルレバーにはハイプレッシャーコックスイッチが一緒に取り付けられ、エンジンへの燃料供給の断続も合わせて制御できるようになっているものが多い。 スロットルレバーが最高方にあるときは、スロットルボックス内に設置されたマイクロスイッチの働きにより燃料供給バルブが閉じている。スロットルレバーを前方に押すと、マイクロスイッチが切り替わって燃料供給バルブが開き、レバーが通常運用範囲にある間は常に開いたままに保持される。マイクロスイッチを再び切り替えるためには、二つの異なる操作が必要となっている。 スロットルレバーを後方に引きながらメカニカルラッチを操作するか戻り止めを越えて引くと最後型まで引いて燃料バルブを閉じることができるようになる。ありがとうございます。